皆さんこんにちは。人気お笑い芸人であるキリン川島さん、今回はジャンポケ斉藤の休養発表後からお谷も異変の真相とキリン川島が告白した現在について紹介します。まずはキリン川島の履歴とプロフィールから紹介します。キリン川島は日本のお笑いタレント、俳優、司会者、お笑いコンビキリンのボケネタ作り担当、相方は田村博、 M1 グランプリ決勝進出5回という漫才師としての確かな実歴に加え、 MC トーク大喜利など芸人としての全ての力を兼ね備える令和のオールラウンダー。キリン川島明、キリンというコンビにフォーカスを当てながら、川島の土壇場だった頃について聞いた、どんな仕事もそつなくこなすように見える川島、MC 仕事で緊張することはないのだろうか、今はないですね。これまで特番の MC なんかではゲストが不愉快にならないようにとか、さんまさんとか島田紳助さんのいいところはこうでとか、いろいろ考えながらやってたんです。でも毎日となるとそんなん無理で、ラビットが始まってから他の人の MC を見てたら、みなそんなことを考えずに勝手に色が出てるってことに気づいたんです。内村照吉さんはいるだけで空間を和やかにしてるし、加藤浩二さんは自分でドリブルしていくスタイル、今田浩二さんはその両方のバランスでとか、もちろん皆さん努力はされてるけど、多分こうなろうと思ってなったんじゃなくて、人間そのもので仕切って半年なって、それに気づけた今は緊張せずにできてます。9月20日吉本興業は所属するお笑いトリオジャングルポケットの斉藤慎二の活動休止を発表した。斉藤さんは8月上旬からレギュラー番組を相次いで欠席していました。ウイニング競馬ほかは8月3日の生放送が最後の出演。水曜パーソナリティを務めている朝の情報番組 ZIP も8月7日の生放送を最後に出演していません。その間 SNS や YouTube も全て沈黙しており、1ヶ月以上も行方不明に近い状態が続いていたので、公式に活動休止がアナウンスされたのは良かったのですが、ただ斉藤が不在の間もジャングルポケットの活動は続いており、斉藤を除く太田博久とおたけの2人で9月4日放送の有吉の壁に出演していた。そして9月25日放送の同番組にも2人だけでの出演が予定されており、9月19日に番組公式 YouTube チャンネルで先行公開された25日放送のオープニングトークの様子では、 MC の有吉弘行からジャングルポケットに対するいじりも見られた。有吉さんが目立った芸人をひとしきりいじる恒例のコーナーなのですが、そこで斉藤くんはまだですかとジャングルポケットの2人に振りを入れたんです。しかし太田さんは、結構熱いですね、まだ人も多くなくて水分だけは取りながらと話をそらす素振りを見せていました。これを見た X ユーザーからはこんな心配の声が聞こえてしまった。有吉さんも有吉の壁で太田さんに聞いていたけど濁して何にも言わなかったからね、ようやく正式発表したのか。壁のオープニング YouTube だとジャンポケの2人をいじってたけど、他じゃ誰も触れないから逆に怖かったんだよな。有吉の壁のオープニングでジャンポケ斉藤さんのこと聞かれてて、笑いの中どうなっているかごまかしてたけど、出演者たちの顔が完全に笑いの顔じゃないのがかなり気になる。動画では有吉にタジタジになる太田の様子に芸人から多少の笑いが起きていたが、全体的に映像からはピリついた様子が受け取られた。前室の芸能記者はこう話す。チョコレートプラネットの長田翔平さんが、白を着る太田さんにアンタッチャブルなのと突っ込んでいましたが、多くの芸人はガヤを入れるだけで、あまり積極的にこの話題に触れようという人がいなかった印象です。有吉さんが振りを入れた直後には、誰かの声で大丈夫なのと聞こえたり、ジャングルポケットの2人の後ろにいた同じ吉本所属のパンサーの3人が明らかに困り顔を見せたりするなど、現場の雰囲気はぎこちなかったです。斉藤さんの休みを知らなかった芸人もいたのかもしれません。芸人軍団の後方では U 字工事の益子拓郎さんが、相方の福田くんさんと見られる人に何やら尋ねる様子も見られました。とにかく少しでも早く斉藤の元気な姿が見たいものだ。先日
芸能活動休止が発表されたジャングルポケットの斉藤慎二さんが情報番組 ZIP を降板したことが25日に発表されました。ジャンポケ斉藤慎二さんの降板は25日放送の番組内で司会の三浦麻美アナウンサーが伝え、体調不良でお休みされていた水曜パーソナリティの斉藤さんですが、所属事務所から当面の活動休止という発表がありました。それに伴って ZIP 水曜パーソナリティの降板の申し入れがありました。ご本人の意思を尊重しまして、私たちもその申し出を受け入れることにさせていただきました。斉藤さん、水曜日毎週楽しかったです、本当にありがとうございましたと、斉藤さん側の希望を受けて降板が決まったと報告しました。斉藤慎二さんは昨年7月にずんの飯尾和樹さんの後任として水曜パーソナリティに就任し、その翌月に週刊誌フライデーによって不倫スキャンダルを報じられましたが、その後も番組を降板することなく出演を続けていました。しかし、今年8月7日放送回から体調不良を理由に番組を欠席し、2013年から司会を務めているウイニング競馬も同様に欠席しており、心配の声が上がっていました。そして、姿を消してから1ヶ月以上経った今月20日に吉本興業が公式サイトで、斉藤慎二につきましては、先月来、入院するなど体調不良が続いておりましたが、この度本人より当面の活動を休止したい旨の申し入れがありましたのでご報告いたしますと、体調不良で入院していることを明かし、本人の希望を受けて活動休止が決定したと発表しました。活動休止発表の翌日に生放送されたウイニング競馬でも引き続き出演を見合わせることを伝えていたのですが、 ZIP を降板したということは早期復帰は難しいということで、ウイニング競馬もこのまま降板となる可能性もありそうです。斉藤慎二さんが活動休止に至った理由をめぐっては様々な情報が飛び交っており、斉藤さんは8月10日に訃報が伝えられた角田大河騎手と親交が深かったとされ、角田騎手が亡くなる直前に函館競馬場芝コースを車で走行するという問題行為をしており、車には同乗者がいたとの情報から斉藤さんと一緒にいたのではないかとの憶測も飛び交いました。またスポーツ報知が斉藤慎二さんの活動休止を伝えた際に、当初コンプライアンス上の問題と体調不良が原因だと関係者が明かしたと伝え、後にひっそりとコンプライアンス上の問題という記述が消されたことによって憶測に拍車をかけました。ただ JRA は23日に行った定例会見で、角田大河騎手の車に乗っていた人物は厩舎関係者だったと公表し、これによって同乗者斉藤慎二さん説が否定された形になりました。気になる斉藤慎二さんの体調不良の原因についてですが、スポーツニッポンや日刊スポーツが関係者に取材したところ、持病の喘息の悪化とし、喘息から来る肺炎などに悩まされて入院していたとのことです。現在はすでに退院しているものの、精神的に参っているといい、それによって約2ヶ月にわたって活動を休止しているそうで、スポーツ報知以外はコンプライアンス上の問題との情報は伝えておらず、どうやら誤報だったようです。斉藤慎二さんは2021年に新型コロナウイルスに2度感染しているほか、1年前には睡眠時無呼吸症候群の症状が超重症だと医師から診断を受けるなど、体に様々な問題を抱えていて重病のリスクが高いことが明らかになっており、しばらくゆっくりと休んで心身ともに健康を取り戻し、今後また元気な姿を見せてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。